久しぶりじゃな。もちろんだ。話してみろ。ほう、そんなことが聞きたいとはな。かつて稲妻に名を馳せた雷電五華伝。この5つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。じゃが幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一心殿、わしの記憶が正しければ、彼が刀を打った時、お前もその場におったはずじゃが。そう言われたらオイラも思い出したぜ。あの時は雷電五華伝が没落したことを聞いて、すごく悲しかった記憶があるぞ。はあ、それがまた悲し、本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと。彼は同じ雷電五華伝の末裔として、まあお前に伝えても構わんじゃろ。た雷電五華伝は猿投降の報復。伝説によると、400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらしい。現場、タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。造幣師の神の庭様もその陶工と一緒に炉の中へと。陶工の一族は没落し、その者の息、彼はこのことを稲妻全体のせいにした。土のしじゃが、無力な彼はその恨みを子孫に継がせる。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は、やがて彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をし、その者は百目一族の出でありながら、じゃが楓原家と上里家の末裔や陶工と対峙した。おり、そばに居合わせた者がおった。そのおかげで楓原が代表する一心、まだ他に聞いておきたいことはあるか。楓原和葉か。ちょうど昨日、気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。イヒヒ。じゃあ次の場所に。着いたぞ、シャブギョ。旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら。公務に行ってるのか。ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢、どうするんだ。中に入るか。他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様。ありがとな。おや、そのように私を見てどうしたの。いいですよ。お嬢様から聞いたことが。何を聞きたいのですか。あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存じ。聞いた感じ、普段と。ええ。どういたしまして。あなたがとても急が、実のところお嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。あなたのようなお友達ができたこと、私もあなたが稲妻に来られてから
さまざまなことが良い方向へと向かっているような気がします。どれも普段奉行様がお食事をなさるときはいつもトーマ様がおそばに付き添う。公務によってはやむなく外でお食事をされるとき、奉行様が言うにはトーマ様ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話す、お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃なん先代奉行様と奥様が亡くなられてから、バーヤの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってき、もしお時間がありましたらいつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですが、ば、それはよかった。ひひ、おいらこ、おいらも食べたくなってきた。もちろんいいですと。じゃあおいらたちはこの辺で失礼するぜ。うん、わかったぜ。ええ、わかりま。二人とも、もう行くのか。うん、用事が。そうか、君。旅人にパイモン？グザビエ？どうしてこの近くで用事があってね。それに二人こ聞きたいことがあるんだ。もちろん俺はここ行った。何が聞きたいんだ？遠慮せず聞いてく。当然さ、俺はこの近くを数えきれない。ほ、それに他の場所でもかつてタタラスナに住んでいた人の子孫にあった。ああ、急にそう言われてもな。俺の知る限りタタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして2回どのに、ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。どうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。タタラスナに来て聞きたかったことグザビエに聞いて。おお、二人は歴史を。そうなんだよ。こいつ今日はどうしたのか知らないけど。あ？急に歴史について興味を持ち始めたのか。いいぞ、話してみろ。歌舞伎もの。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動をとるとかユニークな服装をする人とかを指すのは、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナ。なーに、もう行くのか。ああ、気に。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう、でもお前元気出せよな。遠慮するんじゃない。あなたたちは。赤羽沢田、お前たちまだここにいたのか。まあ、もし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加して。いいけど、何を話せばいいんだ。もちろんこの前の話題さ。タタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。とはいえ進展はいまいちでな。ん？ああ、
僕のもいるかい？どうぞ。どうだ？そうだ、この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。まさか重要な情報。話すと長くなるんだけど、実は。おお、こんな話が聞け。なるほど、全ての根源は復讐だったというわけか。はあ、結局お化けじゃなかった。これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか。わかったわかった。君、また議論を始めちゃったぞ。あっと、すまない、自分たちだけで。いいってこと。また何か情報があったら。旅人、タイマー？全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして、気づいたらもう朝になっちゃうよ。聞いた感じで表情が暗いけれど、何か言いたいことでも。旅人？おい、どうしたんだよ、顔色が良くないぞ。そうだったの。つまり、その残氷という名の人形は世界樹で自らを消し、かく。でも、どうしてそいつは。旅人の話によれば、彼はもう少しでスメールの神になっていた。それは私の記憶と噛み合わないわ。でも辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で自分の存在を。つまり、ええ、理論上にしか存在しない挙動だ。旅人はテイワットの外の世界から来たから、世界樹に彼に。もしこの世においてこのような形で改ざんされた過去を記録できる人がいた。でもその残氷ってやつは。私も今ある情報からしか推測することはできないわ。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。そうね、残氷は自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあったか。そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、
かつての友を救おうとするとても合理的で、ザンヒョウは博士の手伝いにより神になりかけた。その権能のおかげで力が残り少ない状況。確かに筋は通ってる。オイラこの感じなんか嫌だぞ。少し待ってちょうだい。見つけた。おそらくこれね。やっぱり私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。何なんだ。私自身が保存した全ての情報の中にあなたたちも見てちょ。童話？誰が書いたんだ。この記録を作ったのは私自身よ。え？ナヒーダの書いた童話がその旅人の話と合わせれば、私の残した物語は全て。待てよ、もしかしてその記録ってそう、たとえ他の記録にある残票と歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に世界樹内の情報を変えることはテイワットでも、世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録すごい方法だ。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのも、その時の私が考えた世界樹に今ある情報とこのそれらにおける全ての異なる場所をつなぎ合わせれば。野狐の皮をかぶった猛獣が狐の群れに紛れていた。彼らは昼夜を共にし、たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分しかし猛獣はすぐにその考えをやめた。なぜなら狐の群れにいる衣類は彼だけでは。子猫は狐になりたかった。だけど子猫の尻尾は細くて短く色鮮やか。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。一匹の灰色の狐が前に出て猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいからきっと。猛獣は微笑みながら灰色の狐を火のそばに連れ殺した。灰色の狐の心は透明。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもって火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。それから子猫は山における全ての葉っぱも全ての動物も愛すことはなかった。子猫は月を喰らい、全ての月光を噛み砕きたか。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすれば溶けた。全て思い出したわ。私が全力で残したバックアップは残票自身。神になるため彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそあのような過酷な。この記憶は当時の学者たちが彼か。神を想像するのは第一歩に過ぎず、私はそれらを自ら。本当にそんな人がいたのか。それなのに
オイラは完全にそいつを忘れ、ジャンヒョウは降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれ、消失する前彼は最も重要な手がかり、あなたの血縁者がかつてカーンルイヤに降臨したという情報。ただ世界樹にある情報の変化がファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかはまだ不明ね。彼らは組織内にかつてそのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわ。その話だとオイラはそいつのことが、それこそが知恵が全ての問題に答えられるわけで、答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているの、真実をその人に返すのは運命の選択。旗から見れば無駄なことだったかもしれないけれど、こう忘れないで、たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも。そしてこれはあなたが、おう、ナヒーダの言う通りだ。いい考えね。オイラに任せろ。ほらほら、グランドバザールの屋台で食べ